基本的に予算があるからドラフトって1巡目2巡目かけるけど3から10、3、4、5、6ってポンポンポンって、まあ強い選手取っていくけど、どんだけお金セーブするかっていうのが大事、その序盤に。じゃないと1から20までいい選手全部取りきれないから。自分が話来たのだとレッドソックス電話来て4位指名で、あのみんなよりはちょっと安いけどみたいな。もう実際もうお金とかいらんかったからもう4巡目でよかったんですけど、エージェントに話行って、でエージェントが自分に行く、これはまあ見逃してもいいから7、8、9狙おうみたいな。あ、分かりましたと。もう7、8、9あたりからもうセーブに入るんですよね、お金を。だからもう安くで取って、3日目の11巡目にちょっとお金払っていいやつ取っていくみたいな感じがあるあるやねんけど、だから11巡目十分かかったし、11巡目やけど7、8、9年いった選手とかめちゃくちゃ若い選手よりかは契約金もらったりっていうのはあります。